東急歌舞伎町タワー、ジェンダーレストイレが SNS で物議、女子トイレがなくなり不安の声も。いやー、そうですよね。ジェンダーレストイレでしょ？少数のマイノリティの意見をちゃんと汲み取ってっていうことなんでしょうね。だけど今度男子トイレ、男子の便器はあるんだけど、ジェンダーレストイレになったから全部一緒なんですよね、女子も。ただ今度女子は女子で、いやこれ別に差別とかなうんぬんかんぬんじゃないですよ。その女子から聞く話だと、見た目男性なのか女性なのかわからないって人がトイレに一緒に入るのは怖いっていう声も、これ多種多様な声じゃないですか。なんかこの言葉を言うと、それなんか差別してんのとかジェンダー感がおかしいよねってなるのは、俺違うような気がしていて、その声に、まあ、もともとトイレが行く場所がないっていう、そういう人たちの声に耳を傾けてできたわけじゃない。じゃあ今度それは僕は一歩進んだと思うんで、それによってまた生まれてきた声にもちゃんと向き合うべきだと思うので、だって不安だと思いますよ、そりゃ。見てすぐにジャッジできるわけじゃないからね。でも今度女性なのに、なんで女性用トイレ使えないんですかってならないですか？まあ難しいよね。多目的トイレって聞くとなんかやっぱ、まだヒヤッとするしな。男性用、女性用、多目的っていう、この3つでいいのかな？ 4 種類ぐらい必要なのかな？でもこれわかんないわ。僕が当事者じゃないんでね、どうあってほしいっていうのもさ、その LGBTQ の中でも意見が分かれるようなことを、まあ、ここで僕が、いや、こうすりゃいいんじゃないのっていう、その、ときめくようなナイスアイデアは出てこないんですけど、まあ、誰でも使っていいトイレのことを多目的って言うのかな？でも、なんでその私は女性なのに女性のトイレに入れないんですかってならないですか？チャンネル登録よろしくお願いします。